方向はもうどこでも大丈夫、はい、まあここを狙うんですけど、一回ちょっと練習した方がいいんですよ、こっちに。で多分ね軽く投げたら飛ぶと思うんで、はい、OK です OK です。こんなもんね、バッチリです、バッチリです。でこうして、はい、このラインは例えばですけど、ま、こう引くとか、うん、そんなこともせず、やっぱりラインとルアーまっすぐちょっと角度つけた方が多分引きやすいと思います。こういうことですか。はい、で脇をしそうです、そうです。これぐらいですか。そうですね。糸がちょっとこう、はい、張ってる状態よりかはちょっとたわんでる状態の方がいいんで、もんということです。そうですね。それでずっと巻いて、もうちょっと巻いちゃってもいいですよ。もっとスーッと巻いてきちゃっていいです。で、竿先をちょっと上げた方が糸を空中でたわませやすいんで。なるほど。これですよね。そうですね。そのぐらいがいいと思います。履き心地はどうですか。最高やん。こんなんある？ほんまに。長谷川ピンク使ってる時に長谷川さんに教えてもらうある？こんな贅沢ある？ありがとうございます。こちらこそ。でこうやってる時にドーンってくるっていうことですよね。そうですね。あとやっぱ我々ちょっとうるさいよ。全部。もうちょい早く巻いちゃっていいですよ。もっとスーッて巻いてきちゃっていいです。ゆっくり巻くのすごい大事なんですけど、ゆっくり巻けることが大事。みんなどっちかって早くなっちゃうんで、もうちょっと早く巻いてもいいかな。あのいいレンジに入ってますね。うわすごい、いるぞこれ。うわこんなんドン来たらどうしよう、もうマジでドキドキする。うん、悪くないですか。はい、I'd love to see you smile.